みなさんこんにちは、オルタナチャンネルのナイトです。ウィンしめじまんです。はい、ということで爽やかだね春ですからね。春じゃないだろ、お前。もう春、俺の中では春だから。俺の気持ちはウキウキだよ。入学式すごいな、つなげるな話をちょっとメイキングで、うん、てかメイキングで撮ってたんだけど、うん、ちょっと俺の中で衝撃的すぎてまあそのメイキングで、うん、その内藤が免許証を更新したみたいな、そう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 、あのサブチャンネルを撮ろうとしたんだけど、うん、その写真が衝撃的すぎて、今はまだマシになった方、で今の方が若く見えるかもしれない。若く見える、もしかすると、うん、まあ今でも、まあ、気持ち悪いんだけどもこれよりはるかに昔の方が気持ち悪かったとよく言われるのよ。俺はもうその生後すぐから決まってんのよ、俺の人生は。この気持ち悪いっていうそれは言い過ぎ親に失礼いやいや、生まれ持った顔だから、はい、俺はただちょっとだけマシになったぐらい、はいはい、昔も気持ち悪かったけど今も気持ち悪いけど、はい、ちょっとマシになったぐらい。 YouTube 始めた時の頃は本当にダサかった、はい、ただ内藤は素材自体は、うん、中の上、上の下素材自体はいいんだけども2、3年前本当にダサかった。内藤はほんと別人触れ幅が違うよね。そうそう、俺も本当にダサかったんだけど、うん、触れ幅こんぐらいだとしたら、ナイト本当こんぐらいの調子いい時と悪い時の差がね、別人なんだよね、もう。そう、昔の写真が別人すぎる。そう、まず免許証、オッケー、免許証こちらです。はい、今の免許証がこれだね。これはまあまあ最近の俺だよね。最近の内藤だけど、うん、ただ顔がむくみすぎてるっていうここからここまでの頂点までの長さ短くね。なんでこんな押しつぶされてるの上から確かになんかちょっとプレスされてるな、頭の上。顔むくみすぎでしょ。難しいね。漏れないんだよね、免許証が。漏れないね。免許証で本当にかっこよかったり可愛かったり本物だね。ちょっと気持ち悪いなっていう。うん、あるね。まあこれは全然マシで、こちら5年前です。これが5年前、うん、免許証新しくしましたみたいなメイキングを撮った時に俺が衝撃を受けた写真がこちらです。すごいでしょ目、まず目がバキバキじゃない瞳孔開きまくりやばすぎるでしょ。目真っ赤じゃないこれマジで薬やってるでしょ。目真っ赤じゃないダサすぎるだろ。やばい、全部ダサいもんな。全部ダサい。服装も、服装もここの肩からちょっと上だけだけどダサいのは分かるもんでやばい、メガネもちょうどダサいわこれ。目がさ、ずれてない、なんか左右ほんと、ちょっとメガネがずれてんの怖いよ。怖いよね、これ。怖い、ダサいを取り越してもはや怖い、恐怖を覚える。まあ俺もね、本当に人のこと言えないレベルなんだけど、うん、ちょっと今日だけは言わせてもらうけど気持ち悪いよこれ並べてもさ、別人ってよりは別人に見えるよね。うん、電車男で主演取れるよいやでも説得力あるよね、人間は変われるって俺が言ったら。まあ確かにCM 来るよだからこれよりもさらに遡ってくるよね。やっぱ気持ち悪い写真メインで。そうだね、選んできました。大学時代です。大学時代、大学時代の写真を選んできました。まあ、内藤はほんと振れ幅がすごいからな。多分振れ幅で言ったら、うん、一番なんじゃない。内藤はどっちも行き来できるからじゃあまず僕の大学時代、はい、それは1枚目こちらです。ダダン、キモい、キモい、ポーズもキモいっていう。ポーズもキモい。よく大学生活これでいたな、本当に。いや確かにな。どういう前髪してんだよこれ。これ何これ。まあでも覚えてるけどねこれ俺。うん、これ多分しぶちゃまが撮ったんだよ。俺が撮ったと思う。だよね、うん、これね、本当ね、頭いかれてると思う。ただウィンポーズの原型です。お、それがこちらです。気持ち悪い気持ち悪い。これは YouTube やったらダメだよ。もうこれで写真撮ろうって発想が怖いよね。よかったよ YouTube でここまで来て。いや本当だよ。ただこれ繋がってるのは多分これでウィンポーズ持ち出してる。当時これで写真撮るのハマってたんだよね。多分俺大学時代、うん、大学時代結構おしゃれだったよね。すっぱだかじゃなかった。なんでだよ。俺がファミレスにいる時の写真の洋服びっくりするよパジャマで行ってんのかと思ユニクロのパジャマじゃん。パジャマでファミレス行ってんよと思って大学生ってさ、もっと華やかじゃん。だってそうで、おしゃれとかに気使ってやっぱ青春を謳歌するみたいな感じじゃん。その時に一番気使ってないっていうね。
本当になんかブラック企業でずっとパソコンに座ってる人みたいなブラック企業のシステムエンジニアみたいな。でも本当に怖い写真見せていい？本当にこれ恐怖映像だと思う。こちらです。気持ち悪これもうさ、いつ撮ったんだよこれ。もうやばいよね、すべてがやばいよね。マジでこれさ、マジでファナやってるでしょ。ファナやってるでしょこれ。本当に中毒者だよな。中毒者だよ。P 入れてもらっていいけど、これマリファナやってるでしょ。家で栽培してる人でしょこれ。タイ時代のとんでもない髪型見つけて、俺自分で思わずスクショしたのよ。それが残ってたんでお見せしたいと思います。スクショってなんだよ。この動画見てて、やべやべやべ、なんだこの髪型って言って、俺がタイ時代で一番おかしかった髪型、こちらです。やばやば、これマジでキショ。本当に職場の人にもやめた方がいいって言われた。これはやばい。タイ時代の俺です。いそうだけど、なんかこういう DJ。 もうこのタイ時代とかめっちゃかっこいいな。いやかっこいいけど、うん、怖い。なんでだよ。いや怖いよ。それは前振りがあったからでしょ。いやえ、でも怖いってなんか本当にこういうヤクザいるよ、こういう怖い人いるよ。かっこいいけど本当にいつもちっちゃいカバンにナイフ入れてるみたいな。常になんかナイフ持ってそうだもん。頑張ってここまで。今ねウェアにも投稿するぐらいですから。本当だよこれ今ね比べるとね、進化したなと思う。だいぶ進化したよ。いや今の方が若いもん、こういうふうに見ると。今の方が大学生っぽいもん。そうそうそう、5年経ったのが大学生っぽい。どんだけ変わったんだよ。だから僕が伝えたのは、人間ってのは変われるんです。今の自分は本当の自分じゃないかもしれない。だから絶対諦めないで。マヤミキが言うセリフですよ。